イト4試合ベスト8が最後の試合となります。フィルナンバー3番フロム千葉県42歳、まあ、オープンでは一番最年長ですかね。 AM ボックス所属高島栄一。対しますはリブナンバー1番フロム岡山県希望、そしてヘイワイルド所属大杉徹。両者による争いとなります。ジャッジ準備よろしいでしょうか。さあ、それでは準々決勝最後の試合いきましょう。スタート。さあ、まずは A ボックス所属リブナンバー3番高島栄一オンザライン。参加できるという年齢ではあるんですけれども、しっかりと気合を入れてレベルを上げてオープン戦へと臨んでくれています高島栄一選手。バックバウンスからおっとわずかにタイミングが悪かったでしょうか。高島栄一選手対するはビブナンバー1番、彼の姿もおそらくテレビ等でですねご覧になられた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。たくさんの雑誌にも載っています。この間ではですね、近いところではジャンクスポーツにも出演しておりました。ガッパイこと大杉徹、このスラックライン、ドイツで生まれた自動車のスラックライン、創世期からですね長きにわたり世界において活躍している、そんな選手。初めて世界のワールドカップで優勝したことのあるそんな選手です。さあ、対するは高島栄一選手オンザライン。バックバウンス、見せてくれます高島栄一選手。さあ、そしてライン上にはガッパイでおなじみ大杉徹選手オンザライン。横に乗るってのは非常に難しいんですね。そういったソウルフード、足の裏をくっつけて側面だけで捉えます。そしてフロントレバー、非常にオリジナリティのあふれるそんなトリックを世界に数々送り出してきてくれているガッパイ選手。さあ、そしてバックします。あともう少しというところでしょうか。バックバウンスからのワイティバックバウンス狙い続けています。高島栄一選手、大杉徹選手のオンザライン。同じ技で対抗してきました。先にやってみせる、そんなガッパイ選手。残り12秒としたところでラインを譲りました。さあ、対するはビブナンバー3番、残り時間55秒としています、高島栄一選手。きました。フロントフリップの1回転ひねり、難易度の高い技をここでも持ってきました。
選手残り時間40秒となります。フロントフリップから半回転さらに超えようかというところでした。残り時間30秒、高下英一選手高下英一選手、ここから一人舞台です。次ですね、対戦相手となるガンマイ選手、大関徹選手は持ち時間2分間を使い切りました。リードを狙っていきます。残り13秒、ベスト8、全ての試合がこれで終了となります。最後の